朝刊カレー読みニュース。では今朝の朝刊各紙見てまいりましょう、はい、今朝は各紙一面昨日の選挙についてです、うん、まずは読売新聞です。自民圧勝、与党310兆。朝日新聞です。自公対象3分の2。産経新聞です。自公310兆対象。毎日新聞です。自民対象280兆。日本経済新聞です。自公再び3分の2とあります。ですね、はい、今回衆議院議員の想定数が465なんですけども、うん、全部決まってません。どの新聞も、最終的に確定する前ですから、例えば朝日新聞なんですが、はい、まあ、自公312になってますけれども、残り8なんですね、はい、8議席の行方はまだわからないよということになってます、うん、読売新聞も残り8ですね、はい、うん、産経新聞は残りがいくつかというと残りが、はい、そういうことになっております。はい、どういうことなんですか。ここです。あと5つですね、うん、460はこの下です。この下ご覧ください。当選者数460というふうに今なってますけれども、あと5議席決まってないと。で、毎日新聞は、毎日新聞も残り9、ここ一番大きいですかね、はい、日経、はい、残り10ですね、はい、残り10ということで、残りが、まあ、新聞によって5議席から10議席まだ決まってないよということなんですが、残り5議席から10議席の行方がわからない段階でも自公で310ということで、今回定数自体が前回の定数に比べて10議席減ってますから、うん、だから、まあ、自民も、まあ、前のいわゆる現職というか前職というか、まあ、全員ではないというか、若干減らしてるんですね、うん、数人減らしてますけど、ただ、まあ、定数自体が10減ってますから、うん、まあ、ほぼ前回圧勝した、2014年の選挙とほぼ同じぐらいの数字を獲得したということになります。で、まあ、野党がですね、野党第一党が、ね、憲法改正に批判的な左派の立憲民主が、まあ、野党第一党になりましたが、でも思ったほど伸びなかったって感じですかね。まあ、思ったほどっていうのはもともと改選15だから、それに比べて53というのは大躍進であることは間違いありませんけれども、直前にはやっぱり、もしかすると比例復活で名簿が足りなくなるぐらい取るじゃないかと言われましたからね。調整調査で言われてましたね。立候補してるのが78でしたから、まあ、53ですから、まあ、それに比べるとでもこの党だけですよね、プラスになっとるのはね、これ。あ、そうですね、増減で言うと、まあ、煽りを食らって共産なんか公示前が21だったのが11ということで、まあ、半減近いですね。維新も14が9に減ってる、まあ、このあたりね、もしかすると若干まだ決まってないところから数に回ってくる可能性はないとは言えませんが、で、注目の希望なんですが、公示前勢力57だったやつが49という、うん、そんなことになっています。しかしすごいね、3時5分現在の情報を入れて印刷してここにあるっていうのはすごいね。いやいやいや、すごいと思うよ、すごいすごい。ただ今ほらネットの時代だから、もう新聞もよっぽどこういうの急がないと、なかなか商売にならないっていうね。みんなもう必死になってやってるって感じですけど、でも、まあ、こうやって一覧にまとまってるとネットより見やすいですけどね。そうですね、はい、VTR があります。はい、関西の結果ご覧ください。はい、関西衆議院選挙は近畿2府4県の小選挙区で自民党公明党が4分の3を超える議席を獲得しました。一方、接戦だった大阪10区大阪11区では民進党出身者が立憲民主党と無所属で戦い、自民党候補を破って当選しました。今日からが大変、今日からが本当の運動の始まりだと思っておりますので、責任をかみしめながら前に前進したいと思います。無所属という選択をしたことは政治家平野博文、間違ってなかったと私は思っております。期待の裏切らない平野博文としてこれから活動をしていきたいと思っております。また日本維新の会は地元大阪でも厳しい戦いで、小選挙区では前回選挙の5議席から3議席に減らしました。状況は非常に厳しい、状況だと思います。もう地元大阪においても競り負けたと、今の我々の、まあ、力不足、これを表しているんだろうなと。投票率は大阪府で 48.39% で、前回選挙に比べ 2.28 ポイント低くなっていて、全体的に低い関心となりました。まあ、前原さんはね、京都に行くでぶっちぎりで当選してますけれども、うん、ちょっとやっぱ今後なかなか辛い立場になりそうだなっていう、まあ、個別の選挙区の情報は6時台7時台詳しくお伝えしてまいります。さあ、映像ニュースちょっといっちゃいましょう。はい、右上です。こちらタイヤの落とし主特定です。
先週水曜日、岡山県津山市の中国道で道路に落ちていたタイヤに軽自動車と大型トレーラーが相次いで乗り上げ、中村美香さんと長女の亜美さんが死亡した事故で、警察がタイヤを落としたとみられるトラックを特定したことが分かりました。警察は落ちていたタイヤに使った形跡がないことなどから、大型トラックのスペアタイヤの可能性が高いとみて調べを進めていました。タイヤを落としたとみられるのは広島県に本社のある運送会社のトラックで、警察は道路交通法違反などを視野に運転手から点検状況などについて任意で事情を聞いているということです。まあ、タイヤを落とす、もう本当に命に関わるということをですね、やっぱプロのドライバーの皆さん、やっぱ大きなタイヤぶら下げてるわけですよ。 それが、まあ、多分ね、吊る下げてる鎖が劣化して落ちたらしいんですけども、本当に気の毒ですよね、これ亡くなられた方。さあ、左下です。はい、はい、自治権一部停止、閣議決定です。スペイン・カタルーニャ州の独立問題で、中央政府は21日、州政府の自治権を一部停止し、違法な住民投票を強行したプチデモン州首相らを更迭する方針を閣議決定しました。さらに州の行政を中央政府の指揮下に移し、6ヶ月以内に州の議会を解散して選挙を行うとしています。自治権が停止されれば1978年に施行された現憲法の下で初めてで、ラホ首相は一連の措置について27日にも開かれる議会上院の本会議で承認を得て実施したい考えです。これに対しプチデモン州首相は、閣議決定の内容は受け入れられないと反発しましたが、具体的な今後の方針は明らかにせず、独立を宣言するかどうかも明言を避けました。まあ、考えてみたら、国の一部が独立するとかしないとかって話ですからね。例えば、まあ、九州が独立するとか北海道が独立するとか関西が独立するとかって言ったら、えらいことですから。困りますよね。そう考えたら、まあ、日本の選挙なんか平和だなって感じがしますけどね。はい、右下です。はい、歴代5人揃い踏みです。胸に手を当ててアメリカの国歌斉唱を聞いているのは、オバマ前大統領など存命する5人の歴代大統領です。21日テキサス州やプエルトリコなどで猛威を振るったハリケーンの被災者を支援するためのチャリティーコンサートが開かれ、5人の歴代大統領が支援の輪を広げようと勢ぞろいしました。コンサートには病気のため先月休養を発表したレディー・ガガさんも特別に参加。一方、現役のトランプ大統領の姿はありませんでしたが、会場でビデオメッセージが流されました。メッセージではこれまでの非難を封印し、過去の5人の大統領は素晴らしい役割を果たしたと、その功績を称えました。なるほど。今アメリカ国歌の斉唱してましたけど、あの時壇上の大統領は歌わないんだね。みんな誰も歌ってなかったからね。そうですね。そういう慣例なのかしら、ということになっておりますが、さて、はい、さ、選挙の結果について何か聞きたいことがあれば、はい、どうぞ。例えば馬渕さんとか、今回希望の党から出て、馬渕さん、かわいそうだな。これは一番かわいそうだったな、馬渕さん。無所属だったら勝てたりとか。無所属だったら絶対勝てたと思いますね。はい、こちらあります。馬渕さんですね、はい、ご覧のようなことになりまして、まあね、トップの自民に比べて9万票と8万8000、あと2000票ぐらいなんだけど、これでも復活できなかったぐらい希望が比例で取れなかったということですよ。はい、まあ、ちょっと馬渕さん本当かわいそうだなと思います。さて、本日はここでニュースコーナーみたいですよ。なんか、あ、そうですか、はいはい、それではここでですね、はい、ゴジラスペシャルリクエストコーナ ー、誰にリクエストを募ってるんですか。お二人のリクエストで、あ、分かりました。いろいろ聞きたいことあるんですけど、はいはい、無所属で通った人ね、民進党系の皆さんね、無所属の人たちね、平野さんとか、はい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 、ああいう人たちはどうなの、辻元さんとか。この後、あ、この後どうなるかですか。辻元さんは立憲民主党ですね。辻元さんはね、立憲民主ですけどね、はい、民進党系の無所属出馬の当落です。強い。やっぱりね、はい、今回無所属の人たちって一番最初にもう排除されちゃってですね、もうあの希望の党作る時に、希望の党から出た細野さんあたりが、いや、 やっぱりあの民進党の元の幹部の皆さん、特に総理大臣にあったような人たちは、ちょっともうこんといてみたいな話で、民進党のイメージがつきすぎるからって言って、だったら無所属で出るよ。なおかつあの前原誠司さんみたいに、まだ民進党席残ってます。まだ民進党の人ですよ、ね、民進党の代表であることは間違いありませんから、そうするとこういうある意味その責任のある人たち、平野さんもそうですね、この人民進党で、
大阪府連で重鎮で幹部ですから、うん、そうすると、まあ、民進党で長年あの今回の選挙で立候補しようと思って出てた人をこういろいろ指図というか指導してた立場の人が、まあ、自分の思いとは関係ありませんけれども突然民進党がなくなっちゃって自分が候補に擁立したような人たちが全員出られなくなっちゃったんで、うん、責任取ってじゃあ俺もそう行くってわけいかないから無所属で出るかって話になって無所属、まあ、思想的というより立場的に無所属で出た人なんだけど、うん、立場的に無所属で出たけれども結果を挙げてみたら平野さん多分ね民進党だったら、まあ、比例で復活はあったかもしれないけれども、うんうんうん、多分ね小選挙区で1位にちょっと最近の傾向で言うとなれないですよ。まあ、昔から出てる人で自民党ってはいいおっちゃんでね、どう見たって悪い人じゃなさそうでしょ。どう見たっていい人なんですよ。どう見たっていい人なんで、どう見たっていい人なんで地元ではそこそこ人気があるんだけど、まあ、小選挙区でぶっちぎりで当選できるほどの人気はないんです。ね、また言いたいこと言ってるんで、ご時代スペシャルのせいかどうか。選挙が終わったらちょっとね。うん、そうなんだけど今回は、まあ、佐藤ゆかりさんそれから伊藤さん、あ伊藤さんもそこそこでも頑張ったな。二人ともね6万票台、ね。はい、伊藤さんの伊藤さんのこの数字だったら維新に力があれば。ね、維新にもうちょっと比例配分で議席が来てれば当選できたぐらいな票差なんだけれど、だけどまあバラがついてないんですよ。で、ということで、ご覧のようにですね、まあ、伊藤さんも非常に残念な、維新は希望の党と仲良くしなかった方が良かったんじゃないんですか。ただ仲良くしなかったら何が起きたかというと、ここにもう一人立てられた可能性があるんで、そうすると多分、まあ、結果的にはやっぱり一緒というか戦えてないというか、まあ、希望が立っても希望にそうだな微妙なところですね。希望が立ったら逆にここに維新にある意味同情票が集まってという可能性も、だからまあちょっと維新としては他に戦略がなかったのかもしれないけれども希望と組んだことで減らした票もあるだろうなという感じは確かにします。まあ、いずれにせよもう一遍さっきの無所属の票を見ましょうか。はい、ご覧のようになっておりまして、前原さん当選、はい、岡田さん当選、野田さん当選、原口さん当選、はい、現場さん当選、安住さん当選、江田さん当選、平野さん当選、はい、などあ山尾しおりさんも通りました。金子さんも当選したんです。この方はちょっと事情が違うような。金子さんはね違う金子さんです。これ今回の選挙でややこしいのは、はい、新潟で落選したのは金子めぐみさん、はい、この人は福島で、立候補している金子恵美さん、あ漢字同じなの。なるほど。片や自民か、ね、元もう片や自民片や民進ということでややこしいんですよ。失礼しました。そうなんです、はい、ま、だから一瞬間違いかと思うんですけど、はい、違うんです。これは正解なんです。はい、てなことになっております。あ、あ山尾しおりさんね、あうわ僅差ですね、僅差ですね、ギリギリ800ぐらい。だから山尾さんはやっぱりこれ無所属ということで同情票が集まったんでしょう ね、 あね。でこれ結果が逆だったら山尾さん復活当選ないわけですもんね。ないです、ないです、無所属だと。それでいうとね無所属で落っこって復活当選がなかった人たちもいるわけで、例えば滋賀県ですね、滋賀県の加田さん、滋賀の加田っていう加田さんっていうとやっぱり滋賀の中ではもうある意味もう知名度から言っても何から言ってもものすごく有力なんだけど、加田さんはついに復活できず落っこちゃいました。やっぱりちょっと前回前々回ぐらいで小沢一郎さんとくっついたあたりからものすごく急激にイメージが悪くなったということがありますね。はい、ご覧のようにそれでもまあ5000票差ぐらいまでは追いかけてたんだけど、だからここもですね社民が立候補せずに一本化してたら勝ててた可能性がある選挙区ですから、この辺やっぱり野党の足並みが揃わなかったっていう、なぜここ社民立てたんだか意味がよくわからないんですねこれね。まあ、そんなことで、加田由紀子さんは残念ながら、まあ、無所属だったので比例復活ができずに涙を飲んだということで、無所属もう一遍見ましょう。まあ、無所属で民進系の人たちってもともと選挙地盤が強くてですね、まあ、無所属でも当選できるという人たちばっかり、まあ、この中で、まあ、危なかったのは平野さんぐらい、まあ、山尾さんもそうですけどね、まあ、あとはもういわゆる重鎮の皆さんもやっぱりなんだかんだ言いながら強いよなっていう、その辺が、はい、分かります。てなことを言ってるうちにですね、台風情報ってやつがやっぱり非常に気になりますので、ここで一旦台風情報に行きたいと思います。岸間さん、お願いします。はい、ご苦労さんでございます。おはようさんです。はい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 、はい、もう台風21号なんですけれども、すごい雨と風が吹きましたね。で現在出ている警報から見ていきましょう。これまだ警報出てるんですか。出てます。大雨洪水暴風波浪が、滋賀県から大阪も 大雨警報がまだ続いてますね。続いて兵庫県では、高潮警報も発表されていますね。鹿島北部、あ、日本海ですか。はい、でもう一つ奈良和歌山でもまだ大雨洪水波浪警報が続いています。まだ雨も降るんですか。
はい、まあ、だん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 雨自体は止んではきているんですけども、なんか山戸川がなんか氾濫水域超えたみたいな話があったんですか、うん、深夜にねありましたね、山戸川、あと、まあ、その他の川でももうあの氾濫近くまで水位は上がっていたんですけれども、まあ、雨は止んできますので少しずつ落ち着いてはくるんですけど、今回は注意ですね、でこれまで降った量なんですが、これ72時間に降った雨の量です、すげえ、信号893ミリ、900ミリ近い観測史上最大の雨が降りました、観測史上最大、はあ、これ大体新宮10月は1ヶ月に300ミリぐらいの雨なんですけど、3倍もの降り方、1ヶ月に降る分のさらに3倍ってことです、そうですね、串本、那智勝浦、そのあたりも戸塚は下北山村、うん、はい、で八尾も大和川が通っているところですけれども、はいはいはい、このあたりもすごく雨の量が多かったです、うん、で風も強く吹きました、記録的な風になっています、特に一番強かったのが神戸だったんですね、でなんでかしら、地形的なものかしらね、そうですね、北風がずっとあの台風接近前から強い風が吹いていて、もう山を吹き降りて神戸に、強い風が吹きました、大阪は、まあね、20メートル以上超えましたね、でも各地暴風域に入ってましたから、25度近い風にも各地でなっていました、で、現在の雨の様子も見ていきましょう、まあ、赤や黄色の発達した雨雲がずっともうあのかかり続けまして、昨日の午後ですね、はい、そうですね、昨日の午後から特に昨日の夜から今朝未明にかけてが雨のピークでした、で今も急激に、あ、そうですね、雨自体はどんどん止んできてまして、でもまだ滋賀県と何ですか、京都北部、京都ですね、京都の北部ね、はいはい、しっかりかかってるんですが、この後の、雨雲の動きを見ていきますと、まあ、北部ではやはり吹き返しの風が北から入ってきますので雨雲がまだかかりやすいですけれども、だいたい昼ぐらいまでだと思います。どうなんですか、この後、はい、台風一過でスカーンと晴れたりするんですか。はい、もうあの今日の、まあ、夕方以降ですね、晴れてきまして明日はしっかり晴れそうです。で今後の台風の行方なんですが、静岡県の前崎付近に3時頃に今朝上陸をしました。ちょうどこの時間関東地方覆われって感じですかね、これね。そうですね、風も強くなってきまして雨も非常に強く降ってます。千葉でも昨日からずっと強い雨が降ってましたけれども、この後関東地方も通過しまして東京も通る様子になってますね、で、東北福島県あたりを抜けて太平洋に、進んでくる見通しです。あ、どうぞ。だいたい昼ぐらいにはもう抜けてくる、かなりスピードがこう速いんですよね、60キロも中心気圧955って、はい、関東地方に上陸した台風としてはかなり、そうですね、非常に強い台風になります。であの今回やはり超大型っていうところが特徴でして、だいたい半径が800キロ以上のものを超大型っていう、かなり広い範囲、暴風域ですもんね、これ見ても。そうですね、800キロしたら東京大阪特に飛び越えますよね。そうですね、強風域がもう800キロ、強風域のことなんですけども、左側が1300キロぐらい、強風域だったりもしたので、はい、かなり大型だったんですが、まあ、徐々に弱まってはきまして、明日には温帯低気圧に今後変わってきそうです、ね、なるほど、まあ、降った雨がまた下流の方でこう氾濫が起きるってこともあり得るんですよね。そうですね、まだ今日いっぱいは特にそうですね、注意が必要です。今降っていなくても上流で降った雨が流れてきますから、川の場合は危険な場所には近づかないでください。で今日この後特に注意なのは風ですね、風の予想なんですが、目回りそうですよね。そうですね、ここ今この辺りにこれ紫が強いんですか。紫が強い風、はい、赤も強い風、非常に紫と赤が非常に強くて、まあ、暴風域なんですけ ど黄色が強風域、まだ午前中いっぱいはかかりそうですね。特に北部が強い風に、今日のお昼頃の様子ってことですね。そうですね、今日今風が、これなんですか、北風みたいなものが吹くんですね、関西は。そうですね、吹き返し、まあ、今はもう関東地方に目があるとこう、台風は反時計回りもありますから、はいはい、北風ですね。なるほど、はい、てなことになっております、はい、また6時台7時台もお願いします。はい、ご苦労様でした。はい、台風情報にご注意ください。さてですね、注目は希望の党を作った人たちがどうなったのか、これ言ってみますか、はい、はい、希望の党を作った人たち、今なんかいろんな飛び越えましたね、はい、飛び越えました、うん、希望の党、主な、あ、これじゃなくてね、希望の党を作った人たちの、ね、設立メンバー、希望の党決闘メンバーの党落、若狭さんとか、希望の党決闘メンバーの党落ってやつがね、もうあと3秒で出ますから、ね、出ましたね、はい、出た出た、はい、希望の党決闘メンバーだから、まあ希望の党を作った時にはですね、まあいわゆる、まあ小池百合子さんの名前と小池旋風で東京都議会議員選挙であそこまで勝ちましたから、あの勢いで戦えるんじゃないのかということで、副大臣
とか言ってた人ですよね、はい、副大臣、副大臣というのはそんなに軽い立場ではありません。いわゆる天皇認証官というとですね、まあ格かなり上です。だけど自民党でなおかつ副大臣という立場にありながら突然それを辞めてそう新しくできた希望の党から出るって、まあ、一言で言うとむちゃくちゃです、まあ、背景にあったのはもともとさっき非常に無所属で出て当選させた井田健二さんの選挙区なんで、だからまあ自民党でいつでも負け続けているわけですよ。そうするとこのまんま、ね、今不人気の自民党で井田健二さんと戦っても負けるからって言って、それで希望の党に入ってわざわざ副大臣辞めて入ったのに、はい、落選です。それともう一人象徴的なのはなんだかんだ言いながら若狭さんですね、若狭さんの落選はまあ本人にとっても希望の党にとって大ショック。続いてスポーツコーナー参ります。一面がようやく間に合いました。今日はどうでしょう、皆さんのご家庭もしかするとまだ新聞来てないという方結構多いと思います。というのはもうギリギリのところまで数字を入れようと思いますから、いつもより締め切りを遅らせてますんでね。だから今朝から3時4時ぐらいに必死になって臨天機を回して印刷をして今必死になって配達してるぐらいなところが多いのかもしれません。まあ、読売テレビにはなんとか全紙届いてますんで一面を見ますと、読売新聞の一面です。はい、自民圧勝、与党310兆、朝日新聞一面トップ、自公大勝3分の2、毎日新聞一面トップ、自民大勝280兆、産経新聞一面トップ、自公310兆、大勝。じゃあ一体その内訳はどうなっているのか、各選挙区見るとこれが結構なことになってますんで。結構なことになってますか。はい、この後です。はい、ご覧の選挙結果です。全議席確定していません。これ読売新聞もですね、自民圧勝、与党310兆ということなんですが、まだこの読売新聞の調査でもあと8ぐらいあるのかな、はい、あと残り8ですから、残りが8が、まあ、これ、まあ、いろんなところに乗ってくるということで、台風で開票作業ができない地域もなんかあったり、開票作業だ、まあ、離島みたいなところからですね、投票箱を回収できないでいるということなんですが、まあまあまあ、そこの離島で投票した人には申し訳ないですけれども、まあ、そこの票がなくても、まあ、最終的に議席の確定はできると思いますから、まあ近々確定すると思いますけれども、まあ有感の段階では全議席確定間違いなくしますが、今の段階ではまだ若干あと数議席、これ新聞によってね5議席から10議席ぐらいばらつきがあるんですけれども、確定していない段階でもうすでに自民と公明合わせて、全体に見出しておいてください。310を超えているというのはどういう意味かというと、今回衆議院の定数が465と前回に比べて10少なくなっています。それで3分の2というのが310なんですね。310を超え、自公で超えるということでいうと、憲法改正の発議が、衆議院でできると。参議院は自公を合わせて3分の2を超えてますから、そうすると、まあ、自動的に数の上からは憲法改正の発議ができますよと。ただ、まあ、その後国民投票までいけるかというとですね、よほどの自信がないと、国民投票で勝てると見ないとなかなか発議にまでいかないでしょうから、だからまあこれ発議できる議席数ではありますが、すぐに憲法改正に行くかというとそんなことはないと思います。でやっぱ今回一番衝撃は希望の党の皆さんですが、希望の党の決闘メンバーの中で当落を見てみますと、やっぱショックはこれでしょうね。東京10区一番最初に出ていてですね、ほとんど、まあ、党首級みたいな感じでテレビに出ていた若狭勝さんが落ちました。ちょっとね、東京10区の選挙戦見てみましょうか。ご覧のように、はい、自民の鈴木隼人さん、もう最後にもう安倍さんは来るわ、小泉進次郎さんは行くわで、もうとにかくここだけは許さんと。若狭さん、まあ、いわゆる自民から反旗を翻す形で、まあ、希望の党の決闘で、やっぱり希望の党の決闘ができた、まあ、党ができた時には自民の中でも何すんだと、でものすごい危機感も高まったんで、まあ、ある意味恨み骨髄というのがあって、まあ、シンボリックな東京10区で若狭だけは絶対に落とすと。で比例復活もできませんでしたので若狭さんが落選と、いうことになって、こういう結果ですね。それからもう一人、象徴的なのが、まあ自民だと選挙区情勢でなかなか勝てない、もう一遍決闘メンバーの当落見せてください。福田さんですね、自民党の現職の副大臣から、希望の党に移ったということで当時大きなニュースになりました。ところが福田さんはご覧のように選挙区情勢を見てみますと、大変なことになりましてですね、はい、ご覧のように自民の半分も取れずに大惨敗と。もともと江田健二さんというところの選挙区だったんで、神奈川だったんで、まあ、江田健二さんは無所属で今回当選されてます。だからもともと自民党でも厳しい戦いだったかもしれないけど、自民党だったら復活当選できてた可能性がありますから、希望に移って、まあまあ残念ながらと。ここまで負けて、じゃあ希望の党の小池さんは、実はパリに行ってます。なんでパリに行ってはんの？パリで国際会議があるんですよ。そのあたりね、今日はすごいですよ。ゴージャスですよ。パリと回線つながってます。おお、はい。
NNN パリ支局の川上浩二支局長とこの時間生放送で番組、はい、つながっております。川上さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。テレピックなんだ。あ、画面は出ないんだ。あ、いやいや出てますよ。なかなか爽やかなスーツ姿の川上さん。写真は出てます。川上さん、昨日の開票の間中、はい、あれですか、小池さんとずっと一緒って感じですか。いえ、昨日はあのパリ市内のホテルで、先ほどお話がありましたあの C40 というあの、世界の主要都市が集まる、ま、地球温暖化対策について話し合う、ま、国際会議にあの出席しておりまして、昼食後に一度あの東京都主催の囲み取材、はいはい、であと夕方に一度あのこれはメディアが主催する共同会見、これはあの、テレビ各局 の, あの選挙番組の生出演も含みまして、はいはい、1時間ほど、時間を取りまして会見をしたと。この2回の、ところの場所には私は立ち会いさせていただきました。どんな雰囲気でした？はい、どんな雰囲気でした？まあ、そういう厳しい情勢でしたので、私昨日午前4時にこちら時間で午前4時にフランスのシャルル・ド・ゴール空港に都知事、まあ、到着されたんですが、相当その、まあ、その小まあ、そういう状況の中での到着ですので、まあ、少し、まあ、元気がないのかなというふうなことを、まあ、待ち受けてた間にと思ってた、想像してたんですけど、はいはい、意外にもうサバサバしたというか、割り切った感じという、まあ、印象すら抱きまして、まあ、会見でも時折、まあ、その談笑するような形もありまして、まあ、そんなに、まあ、その感情になるというところはなかったんですけれども、なるほどね。ただ一点だけその共同会見の中で、まあ、女性総理、への道っていうのが、まあ、困難になったんじゃないかという質問に対しては、まあ、それはメディアはそういうストーリーで書いただけで私は一言も言っていないと、まあ、印象的にその語るのはやめてくださいみたいな話がありました。まあ、そこだけはその感情的になったというのは印象的でしたけども、それ以外は、ま、特に、まあ、平静というか、まあ、感情的になることもなく淡々といった感じでした。川上さん、今パリって何時ですか？はい、今パリは11時半です。夜中の11時。夜の11時。夜中の11時半です。はい。ということは、これからやっぱり帰って寝なきゃいけないんだ。先ほどの自宅に帰ってきまして、今、リビングから電話させて。あ、リビングから。休みながら。電話だったらね、別に。自宅で勤務できるんだ。パジャマ姿でもいいですしね。そうですか。いやいや、お疲れさんでした。はい。どうもありがとうございました。ご苦労様です。ありがとうございました。はい、まあ、なかなかね、パリ支局はほらスペインなんかもカバーしなきゃいけないから、ね、これから独立運動で大変だと思うよ。なるほどね。はい、まあ、ちょっと7時台にもうちょっと細かい選挙区情勢詳しくお伝えしてまいります。いろいろあります、ね。衆議院選挙自公対象3分の2、立憲民主躍進、希望は失速。気になる最新のニュース、辛坊さんが分かりやすく解説します。さあ、今日は面白い中と怒られちゃうけどね、はい、各選挙区の引きこもごもがね、えら、うん、いことになってるから、えらいことになってます。だから自公3分の2とかそういう見出しだけではね、この人間模様はとても分かりませんので、そのあたりまで掘り下げて今日お届けしようと思いますが、まずは台風ですね。台風21号ご覧のような状況になっております。木島さん、はい、こちらもお越しください。よろしくお願いします、はいはい。暴風域自体は近畿地方から抜けつつはあるんですけれども、はい、まだ警報がたくさん出ています。大雨警報がもう広い範囲で出ているんですが、まあ、滋賀県や京都府では、まあ、洪水、暴風、そして波浪警報が引き続いて出ています。その他、兵庫県でもご覧の通り大雨警報、洪水警報、波浪警報、高潮警報も出ていますね。海でも高波続いてますので、海岸付近も近づかないようにしてください。はい、はい。でこれまで降った雨の量なんですが、改めてお伝えしておきましょう。結構な雨ですね。もう72時間で和歌山の新宮では900ミリ近い、もうおよそ、1ヶ月分のかける3倍の、ずっと大阪なんか、ね、降ってた感じでもこれくらいだから、ここがいかにひどいかがよくわかりますよね。そうなんですよ。和歌山県、奈良県が今回本当にひどかったです。大阪の南部が山沿いが本当に今回はすごく強く降りました、はい。続いて、風ですね。風も各地暴風が吹き荒れました、各地25メートル以上のところがもうほとんどだったんですね、神戸では 45.9 メートルもの風が吹きまして、10月の観測史上1位の記録となりました、続いてですね、
土砂災害メッシュなんですが、土砂災害に警戒が必要な状況、雨自体はもう止んではきているんですけど、うん、厳重警戒が必要なところまだあります。特に紫が一番きついところですね。そうですね、うん、紫色の、大阪の南部、あと奈良県ですね、やっぱり大和川など氾濫したところですね。なので、うん、大阪の堺市内でも氾濫したところがちょっと大和川系ではあったようですね。で引き続き警戒なんですが、台風の雲の様子を見ていきますと、もう22日も目がはっきりしてたんですが、うわ早い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 、で早くって今あのだいたい茨城県の水戸市付近に中心があります。ただこの台風は超大型、大きいというのが特徴なんですね。では今後の進路も見ていきますが、今朝の午前3時ごろに静岡県の御前崎付近に上陸をしました。超大型としての上陸はあの過去なかった、観測史上初めてのことになりました。で現在も足早にですね、あの神奈川県も東京都内も通りまして、今茨城県の水戸市付近にいると。今後、まあ、福島県かすめるかなぐらいですけれども、その後太平洋に抜けていくという形になります。で今回この台風なんですけど、吹き返しの北風が非常に強くて冷たいんですね。ほうほう。でもう北日本、特に北海道あたりはちょっと結構雪がしっかりと降って、雪ですか、みたいなことかどっかに書いてあったな。その風が出ますか。はい、で今後近畿なんですが、吹き返しの風まだ続いてまして、さっきあの玄関前も強かったんですけど、うん、そうですね、まだあの北部を中心に暴風が吹いていますので、午前中いっぱいは特に強い風に警戒をしてください。午後はだんだん弱まっていきそうです。はい、はい、でまあ、あのこの先も一応見ておきますが、はいはい、もうこの先はもう台風以下となって晴れマーク、はい、今日の夕方ぐらいから晴れ間がどんどん出てきまして、明日以降は晴れて比較的過ごしやすい。週末は24度まで上がるんですか。どうですか、もう台風来ないんですか。はい、実はあの熱帯低気圧が今まだ南の方にありまして、今後また台風になるかもしれません。ただ日本にはおそらく近づかないと見ています。はい、はいはい、岸間さんでした。その影響でですね、交通にいろんな乱れが出てます。 JR 西日本いろんなところで止まってますんで、はい、これはもうあのご利用の予定のある方は皆さんの、ね、予定の路線を調べてください。私鉄もご覧のように運転見合わせが結構いろんなところで、あ、南海はいまだに全線ですか。はい、それからじゃあ車で行こうかというと、車も結構大変なことになってましてね、阪神高速、あ、やっぱり阪神高速まだね、湾岸線とか神戸線の一部が止まってますから、ちょっと車でというのも考えもんだなと思います。海の便は当然のことながら欠航が相次いでますね。空の便も、はい、まあ、主には東向きですけれども、中には福岡便だとか、まあ、あの飛行機繰りの機体の、ね、調整がつかないと意外なところも欠航になりますから、こちらの方も注意してください。そして避難指示は依然としてご覧のように続いているところがありますからね、まあ、解除されるまでは十分な警戒が必要です。さあ参りましょう。昨日はその天気の最中、まああの、当然のことながら投票率はね、まあ、歴史的な低さになりましたけれども、それでも結果は出ました。はい、投票率 53.60%、 前回に比べるとちょっと上がってます。前回がね、あの史上最悪だったんで、まあ、もうまああまり自慢できた投票率ではないな。これ近畿の、はい、これは近畿の投票率、近畿の投票率、はい、です。で読売新聞の一面ご覧ください。はい、自民圧勝、与党310兆、まあ、まずざっと見出し拾っときますか。はい、朝日新聞、自公対象3分の2、毎日新聞、はい、自公300、自公対象280、自民対象280兆、これ自民だけでですね、はい、産経新聞ですね、自公310兆対象、読売新聞に戻りましょう。で310という数字がなんで強調されているかというと、今回衆議院の定数が10前回に比べて減って465ですから、310だと3分の2を超えます。ということで自民と公明で、衆議院で、憲法改正の発議ができる議席が取れましたということで、この310というのが強調されている構図があります。その他見てみますと、これ実はこの段階では、各紙ね、ばらつきがあるんですが、5議席から10議席は決まってません。読売もこれ全部足してもですね、465に達しません。457で、あと8議席が決まっていない。まあ、8議席いろんなところにまだ乗る可能性があるというか、必ずどっかには乗ってくるわけですが、だからまあ最終的な確定ではありませんが、すでに確定しているだけで自民と公明合わせて憲法改正の発議に必要な310を超えているという状況です。野党第一党が憲法改正に慎重な枝野さん率いる立憲民主になりました。
で、あれだけ一時期ブームと言われた希望が50議席に達しなかった、まあ、公示前勢力大半が元民進党の議員ですが57あったやつが49ですから、まあ、希望の党に合流した皆さんにとってはですね衝撃の結果と言えるでしょう。共産が21公示前あったやつが11ということで、まあ、あの選挙協力したこともありますけれども、まあ、希望のまあ、あの左派系の受け皿として共産にながなってたところが今新たな受け皿ができたということで、共産がまあ半減ということで、まあ、いや大惨敗に近いですね。維新も14が今9、まあ、今後このあたりはですね一つ二つ、比例で上乗せの可能性もありますけれども、まだ分かりません。社民がやっぱり1、まあ、共産社民が低調なのがやっぱりあの左派系の受け皿で立憲民主ができたからというそういう構図になっております。さあその希望の党ですね、結党メンバーの当落を見ると一目瞭然で、まあまあ、もともと選挙に強いですね細野さんなんかは楽々当選してます。それから民進党で、ね、はい、長島さん東京21区、それからですね、あ、神奈川9区の龍さんと、割と我々の業界では有名人です。もともとテレビ局の記者ですね。で、奥様が日本テレビのプロデューサーだったりなんかしますか。はい、割と有名です。あれ知らない？お知らないです、ね。嘘。誰ですかそれ。多分ご存知だと思います。はい、で衝撃なのは若狭勝さんです。東京10区。まあ、希望の党を作ってですね、希望の党ができた時にはテレビ局出まくってたあの若狭勝さんがですね、東京10区で3番手で立憲民主にも低い日経民主に1万票以上の大差をつけられて3位っていうのが、新聞さん、あの前の日土曜日の日に若狭さんが午後6時ですよ、はい、あと2時間ぐらいしかないんです、西武新宿線の小さな駅でいらっしゃったんですよ、まあ、で誰も素通りなの。で私たまたまそこ通ってなんか、なんか悲壮感のある若狭さんに握手して頑張ってくださいって思わず声をかけました。そんな状況ですね。そんな状況で誰も集まってなかったんです。でも要するに自民党、まあ、ある意味自民党からすれば裏切って小池さんについて、ね、ブームを起こしかけたということで恨み骨髄のところがありますから、なんさてこれあの池袋界隈なんですけども、ここの東京10区には安倍さんは入る、小泉進次郎さんは入るということで絶対落とす、比例復活も許さないっていう、そういう戦いで、まあ、若狭さん残念ながら比例復活もできずに敗退と、もう一人戻りましょうか。希望の党の結党メンバーの中で自民を抜けて自民の副大臣というポジションにありながら、現職副大臣が突然自民を辞めて、希望の党から出たんですが、その福田さんは、まあ、惨敗なんてもんじゃありません、トップで取った自民の半分以下というようなことになって、やっぱり、ね、こういう、まあ、当選するために平気でっていう、要するに、まあ、見え方がしちゃうと、やっぱり人間としてどうよっていう見え方されがね、有権者に見られるともうそれは勝負にならないかなという感じがいたします。で希望の党の主な民進党出身者、それでいうとですね、まあ、細野豪志さんあたりはやっぱさすがに強いですが、松原さんも衝撃はやっぱりね、奈良行くの馬淵さんですよ。馬淵さんなんかかわいそうなのは、もう自分はとりあえず、まあ、あんまり関係ないですよ希望の党もね、希望の党も関係ないけれども、とにかく、まあ、なんとなくあの前原さんが全員希望の党に行くんだって言うから、ああそうですかって言って希望の党に合流しただけ で逆に、まあ、排除もされなかったっていうのは、まあ、比較的保守系の思想もあるんで排除されなかったんだけど、排除されてた方が絶対に得だったと思います。だって馬淵さんって選挙に非常に強い人だから、まあ、おそらく、ね、民進のままでも当選できたし、無所属なら絶対当選できた。逆に言うと個人票を希望の名前で減らしちゃったっていう感じですね。でなぜ復活当選ができなかったかというと、近畿圏で希望で通ったのは3人しかいないんですよ、比例で。で希望の党で、ね、比例の当選の図が出ると思いますので、それを見てみますと一目瞭然なんですが、3議席しか取れてないんですよ、希望は近畿で。ほいで実はこのタルトコさんっていうのが選挙対策委員長で、直前に、そういうことしてんだって話なんだけど、まあ、タルトコさんはもうあの重複立候補じゃありませんから、名簿の1位ですから楽々当選ですね。で2位のこの井上さんという人はですね、あの小池さんの、まあ、ある意味非常に密接な部下だったんで、京都5区っていう
あの谷垣さんが立候補したところでちょっとね京都5区見てみましょうか。京都5区ご覧のように、まあ、谷垣さんが今回立候補されずに、うん、谷垣さんの後継としてね、出た人がぶっちぎりで自民党で当選をされてます、うん、で京都5区が今から出ますよ。3数えてください。3数える間に出ますよ。3、2、1どうぞ。自民の本田さんという方は谷垣さんの代わりにもうとにかくあの谷垣さんは、自転車事故で脊髄損傷されてですね、うん、もう片手がようやく動くぐらいなんで、うん、もう本人政界を引退すると、でまあ、あの生きてらっしゃいますから弔い合戦という言い方は不適切ではありますが、まあ、ある意味心情的にそんな感じ、うん、で、本田さんが、まあ、この選挙区では、ぶっちぎりだったんですが、じゃあその井上さんという希望から立った人はご覧のようにもう大惨敗なんですよ。で本来比例で全く復活できないような人なんだけど、小池さんと非常に近いもんだから、さっきの名簿に戻りましょう。比例のね2位にこの人なってるわけですよ。で3位以下が重複立同じ重複立候補でもこの人は2位の重複立候補で、他の人たちは赤配率の重複立候補なんですね。で赤配率で重複立候補で山野井さんが選挙区で、この人も選挙区で強いんだけど、同じように、まあ、希望で票を減らして残念ながら選挙区では山野井さん当選できなかったんですが、ただこちらがですね101,977は当選された安藤さんで、山野井さんが10,330,1600 でさっきの票に戻るとですね、山野井さんはその赤配列で希望の党の議員としてはトップだったんで3位に滑り込んだんですが、ところが希望の党は比例で近畿で3つしか議席を確保できなかったんで4番目、まあ、馬淵さんも赤配率でいうとギリギリだ。馬淵さんちょっと相当惜しいですよね、うん、相当惜しいですよ。だって9万票対8万8千ですから、2000ぐらい、ねね、なのにこれでも赤配率で回復帰できなかったというのはちょっとやっぱ今回希望の党がいかに惨敗か。もう一人ですね、希望の党で有名人でいうと熊本の松野さんですよ。松野頼久さんもご覧のように、あここは3万票ぐらいの大差がついて全く、復活できなかった。で逆にですね、やっぱり無所属で出てる人は今回非常に強かったです。もともと民進党系で無所属の人たちっていうのは党首クラスの人たちがもともと選挙に強い人たち、前原さん、岡田さん、野田さんあたりは強いですよ、そりゃ、でもですね、平野博文さん、まあ、はっきり言って民進で出てたら、微妙ですね、小選挙区ではまだ勝ててなかったような気がする、最近の常識から言うと。だけど今回無所属ということで比例復活ができないという背水の陣を敷いたことで大阪11区のある意味同情票も含めて上乗せされて、当選を決めました。まあ、2位につけた自民の佐藤ゆかりさんは当選決まったんですが、まあ、前職現職だった伊藤さんは復活当選できなかった。このあたりやっぱりちょっと維新が低調かな。維新の状況を見ますかね。維新は何が出せるのかな。比例が出せるのか。維新、あ、近畿の、あ、出ました。維新も4つしか取れてないですよ。3つしか取れてないということで、滑り込めなかったということになっております。ちょっとね、近畿の全体像を見てみますか。近畿の全体像が出、あ、大阪が出ますね。大阪どうなってるかというとやっぱり自民が強いですね、赤が濃いのが自民、公明は、まあ、取りこぼしなく4ついったのかな、うん、言ってる、言ってますね、言ってますね、はいはい、で平野さんが11区ですよ。それから特徴的なのが近畿の選挙区で唯一立憲民主で小選挙区で取ったのが辻元さん。辻元さんのところの選挙区見てみますか。辻元さん結構今回ぶっちぎりました。はい、やっぱりあの立憲民主に対するある意味あの同情票というかですね、希望の党に排除されちゃったっていうんで、でまたまたもともと大阪10区高槻あたりでは大変あのもう実家うどん店うどん好きはいいんですけども、もともと地元の人というね、近所のお姉ちゃんはおばちゃんっていうイメージなんで、それはもう地元、昨日私取材に行きましたけど強いわやっぱり、はい、いうことで、自民もそれから松並健太さんも、はい、復活当選できなかったという、これもともと3人とも現職だったのに僕はまあ復活できなかったという意味では、今回まあ立憲民主にいかに風が続いていたかが分かります。はい、あとそうですね、全国の選挙区で見てみますと安倍晋三さん、はい、山口の選挙区見てみましょうか。まあ、当然のことながら山口選挙区ぶっちぎり、まあそりゃそうでしょうな、はい、同じくぶっちぎり鳥取1区石破茂さん、はい、10万票と2万票、そうですね、あ、外務大臣の広島1区岸田さん、はい、ぶっちぎり、岐阜1区の野田聖子さん、まあ、郵政選挙なんかの時には結構ギリギリで大変でしたけども今もう安定してますね、まあ、このぐらい小選挙区でぶっちぎらないとなかなか総理総裁候補にはなれないです。はい、もう一人ぶっちぎり神奈川11区小泉進次郎さん、すごいね、すごいわこれ、これはさすがだなって感じですね。
小野寺悦則さん、宮城ロック、はい、防衛大臣でね、地元に今回選挙中1回も帰れなかったんだけれども、本人不在でもこの数字ということです。その他、あの注目の選挙区がね、まあこんなことに、はい、新しい情報入ってきました。あの、冒頭お伝えしているようにですね、まだ全選挙区265決まってるわけではありません、でまだあのさっきの読売新聞でも8つ空いてないということがありまして、うん、大阪10区なんですが、辻元さんは、小選挙区で勝ち残りで、勝ち抜けで、当選しましたけども、自民の大熊さんは比例復活をされてます。だから大熊さんは当選されてます、うん、で松並さんはまだということで、だから今まだあのこうばらついてなくても今後つく人もいますのでね、現状こうだということで、大熊さんはもう比例で、復活当選されてます、失礼しました、さて、じゃあこの選挙結果、選挙結果じゃ一目瞭然なのは、近畿でじゃあ比例で各党がどのくらい取ったかなんですが、維新はご覧のように現状において、これもね、この辺りも 1議席ぐらい今後また増える可能性がありますが、うん、これではなくてですね、近畿、あ、もうこれでいいや、これでいい、これで見るとですね、維新が5ですけども、実は希望が3しか取れてないのに、立憲民主は4議席比例で取ってるんです。だから希望より立憲民主の方が上という、うん、そんな状況で、各党の代表党首の皆さんはこんなこと言ってます、うん、日本が、このいかに、少子高齢化を乗り越えて、子どもたちの未来と、そして日本の未来を切り裂いていくかが、この選挙の大きな主題であったと思っています。自分が自民党を改革をするためにできることっていうのはあるなと思ったし、自民党を変えなきゃいけないなという思いは強く持ちました。安泰、安泰、国民の率直な声を政権の中に吹き込んで、国民に理解をいただけるような政権を心がけたいと思います。新たに立憲民主党が、立ち上がったということで、自民党の受け皿が、そういう形で分断されたと。非常に厳しい有権者の判断が下ったものだと思います。今回は私はもう完敗ということをはっきり申し上げたいと思います。結果が全てでありますし、これを主導した私の責任は重いというのは感じております。草の根に寄り添った政治をやるという姿勢がですね、国民のご期待をいただけたんじゃないかと。読みと責任をかみしめながら前に前進したいと思います。本当に最後の最後まで逆転の一票を積み上げていただいた地元の皆さんのおかげ、この私の支えてくださった私は本当に一生懸命私なんかのために動いてくださったので、本当に人生で大事なこのことを教えていただいたと思います。今のトヨタさんのですね、埼玉4区見てみましょうか。埼玉4区、トヨタさん実はですね、あれねえじゃんって話でしょ、はい、あれって話でしょ、自民ぶっちぎりで7万余りですね、はい、希望が来て、共産が来て、維新が来て、実はその後です、はい、5番手で、2万票ということで、これ全く勝負にならなかったなっていう、そんな感じになってますね、引きこもごもというところではあります。という選挙結果を受けて、そうですね、それでは一言どうぞ。何をおっしゃるんですか。いや、怖いですね、言葉って本当に。何を語るかでこんなに大きく変わっちゃう。そうなんです。野田さんたちはどうなるんですか、この後。この後ですか、野田さんたちがどうなるか、あと4秒でそんなことは。じゃあ続いてこちらで。この先も見ておきますが、はいはい、もうこの先はもう台風一過となって晴れマーク、はい、今日の夕方ぐらいから晴れ間がどんどん出てきまして、明日以降は晴れて比較的過ごしやすい
週末は24度まで上がるんですか。どうですか、もう台風来ないんですか。実はあの熱帯低気圧が今まだ南の方にありまして、今後また台風になるかもしれません。ただ日本にはおそらく近づかないと思います。はい、はい、岸間さんでした。その影響でですね、交通にいろんな乱れが出てます。 JR 西日本いろんなところで止まってますんで、はい、これはもうあのご利用の予定のある方は皆さんの、ね、予定の路線を調べてください。私鉄もご覧のように運転見合わせが結構いろんなところで、あ、南海はいまだに全線ですか。はい、それからじゃあ車で行こうかというと、車も結構大変なことになってましてね。阪神高速、あ、やっぱり阪神高速まだね、湾岸線とか神戸線の一部が止まってますから、ちょっと車でというのも考えもんだなと思います。海の便は当然のことだから欠航が相次いでますね。空の便も、はい、まあ、主には東向きですけれども、中には福岡便だとか、まあ、あの飛行機ぐりの機体の、ね、調整がつかないと意外なところも欠航になりますから、こちらの方も注意してください。そして避難指示は依然としてご覧のように続いているところがありますからね、まあ、解除されるまでは十分な警戒が必要です。さあ参りましょう。昨日はその天気の最中、まああの、当然のことながら投票率はね、まあ、歴史的な低さになりましたけれども、それでも結果は出ました。はい、投票率 53.60%、 前回に比べるとちょっと上がってます。前回がね、あの史上最悪だったんで、まあ、もう、まあ、あまり自慢できた投票率ではないの。はい、これは近畿の投票率、近畿の投票率、はい、です。で、読売新聞の一面ご覧ください。はい、自民圧勝、与党310兆、まあ、まずざっと見出し拾っておきますか。はい、朝日新聞、自公対象3分の2、毎日新聞、はい、自公300、自公対象280、自民対象280兆、これ自民だけでですね。はい、産経新聞ですね、自公310兆対象、読売新聞に戻りましょう。で、310という数字がなんで強調されているかというと、今回衆議院の定数が10、前回に比べて減って465ですから、310だと3分の2を超えます。ということで自民と公明で、衆議院で、憲法改正の発議ができる議席が取れましたということで、この310というのが強調されている構図があります。その他見てみますと、これ実はこの段階では、各種、ね、ばらつきがあるんですが、5議席から10議席は決まってません。読売もこれ全部足してもですね、465に達しません。457で、あと8議席が決まっていない。まあ、8議席いろんなところにまだ乗る可能性があるというか、必ずどっかには乗ってくるわけですが、だからまあ最終的な確定ではありませんが、すでに確定しているだけで自民と公明合わせて憲法改正の発議に必要な310を超えているという状況です。野党第一党が憲法改正に慎重ないっていう、そういう戦いで、まあ、若狭さん残念ながら比例復活もできずに敗退と。もう一人戻りましょうか。希望の党の決闘メンバーの中で自民を抜けて自民の副大臣というポジションにありながら、現職副大臣が突然自民を辞めて、希望の党から出たんですが、その福田さんは、まあ、惨敗なんてもんじゃありません、トップで取った自民の半分以下というようなことになって、やっぱり、ね、こういう、まあ、当選するために平気でっていう、要するに、まあ、見え方がしちゃうと、やっぱり人間としてどうよっていう見え方されがね、有権者に見られると、もうそれは勝負にならないかなという感じがいたします。で、希望の党の主な民進党出身者、それでいうとですね、まあ、細野豪志さんあたりはやっぱさすがに強いですが、松原さんも衝撃はやっぱりね、奈良行くの馬淵さんですよ。馬淵さんなんかかわいそうなのは、もう自分はとりあえず、まあ、あんまり関係ないですよ、希望の党もね。希望の党も関係ないけれども、とにかく、まあ、なんとなく、前原さんが全員希望の党に行くんだっていうから、ああそうですかって言って希望の党に合流しただけ で逆に、まあ、排除もされなかったっていうのは、まあ、比較的保守系の思想もあるんで排除されなかったんだけど、排除されてた方が絶対に得だったと思います。だって馬淵さんって選挙に非常に強い人だから、まあ、おそらく、ね、民進のままでも当選できたし、無所属なら絶対当選できた。逆に言うと個人票を希望の名前で減らしちゃったっていう感じですね。で、なぜ復活当選ができなかったかというと、近畿圏で希望で通ったのは3人しかいないんですよ、比例で。で希望の党で、ね、比例の当選の図が出ると思いますので、それを見てみますと一目瞭然なんですが、3議席しか取れてないんですよ、希望は近畿で。ほいで、実はこのタルトコさんっていうのが選挙対策委員長で、直前に、そういうことしてんだって話なんだけど、まあ、タルトコさんはもう重複立候補じゃありませんから、名簿の1位ですから楽々当選ですね。で、2位のこの井上さんという人はですね、小池さんの、まあ、ある意味非常に密接な部下だったんで、兵庫5区、京都5区っていう
あの谷垣さんが立候補したところでちょっとね京都5区見てみましょうか。京都5区ご覧のように、まあ、谷垣さんが今回立候補されずに、うん、谷垣さんの後継としてね、うん出た人がぶっちぎりで自民党で当選をされてます、うん、で京都5区が今から出ますよ。3数えてください。3数える間に出ますよ。3、2、1どうぞ。自民の本田さんという方は谷垣さんの代わりにもうとにかくあの谷垣さんは、自転車事故で脊髄損傷されてですね、うん、もう片手がようやく動くぐらいなんでもう本人政界を引退すると、でまあ、あの生きてらっしゃいますから弔い合戦という言い方は不適切ではありますが、まあ、ある意味心情的にそんな感じ、うん、で、本田さんが、まあ、この選挙区では、ぶっちぎりだったんですが、じゃあその井上さんという希望から立った人はご覧のようにもう大惨敗なんですよ。で本来比例で全く復活できないような人なんだけど、小池さんと非常に近いもんだからさっきの名簿に戻り突然それをやめてそう新しくできた希望の党から出るって、まあ、一言で言うとむちゃくちゃです、まあ、背景にあったのはもともとさっきあの非常に無所属で出て当選させた江田健二さんの選挙区なんで、だからまあ自民党でいつでも負け続けているわけですよ。そうするとこのまんま、ね、今不人気の自民党で江田健二さんと戦っても負けるからって言ってそれで希望の党に入ってわざわざ大副大臣辞めて入ったのに、はい、落選です。それともう一人象徴的なのはなんだかんだ言いながら若狭さんですね。若狭さんの落選は、まあ、本人にとっても希望の党にとって大ショック。うん、続いてスポーツコーナー参ります。ね、一面がようやく間に合いました。今日はどうでしょう。皆さんのご家庭もしかするとまだ新聞来てないという方結構多いと思います。というのはもうギリギリのところまで数字を入れようと思いますから、いつもより締め切りを遅らせてますんでね。だから今朝から3時4時ぐらいに必死になって臨転機を回して印刷をして今必死になって配達してるぐらいなところが多いのかもしれません。まあ、読売テレビにはなんとか全紙届いてますので一面を見ますと読売新聞の一面です。はい、自民圧勝、与党310兆、朝日新聞一面トップ、自公大勝3分の2、毎日新聞一面トップ、自民大勝280兆、産経新聞一面トップ、自公310兆、大勝、じゃあ一体その内訳はどうなっているのか、各選挙区見るとこれが結構なことになってますんで、結構なことになってますか。はい、この後です。はい、ご覧の選挙結果です。全議席確定していません。これ読売新聞もですね、自民圧勝与党310兆ということなんですが、うん、はい、まだこの読売新聞の調査でもあと8ぐらいあるのかな、はい、あと残り8ですから、残りが8が、まあ、これ、まあ、いろんなところに乗ってくるということで、台風で開票作業ができない地域もなんかあったり、開票作業だ、まあ、離島みたいなところからですね、投票箱を回収できないでいるということなんですが、まあまあまあそこの離島で投票した人には申し訳ないですけれども、まあ、そこの票がなくても、まあ、最終的に議席の確定はできると思いますから、まあ、近々確定すると思いますけれども、まあ、有感の段階では全議席確定間違いなくしますが、今の段階ではまだ、若干あと数議席、これ新聞によってね5議席から10議席ぐらいばらつきがあるんですけれども、うん、確定していない段階でもうすでに自民と公明は増して、全体に見出しておいてください。310を超えているというのはどういう意味かというと、今回あの衆議院の定数が465と前回に比べて10少なくなっています。それで3分の2というのが310なんですね。310を超え自公で超えるということでいうと憲法改正の発議が、衆議院でできると、うん、参議院は自公を合わせて3分の2を超えてますから、うん、そうすると、まあ、自動的に数の上からは憲法改正の発議ができますよと。ただ、まあ、その後国民投票までいけるかというとですね、よほどの自信がないと、国民投票で勝てると見ないとなかなか発議にまでいかないでしょうから、だからまあこれ発議できる議席数ではありますが、すでにすぐに憲法改正に行くかというとそんなことはないと思います。でやっぱ今回一番衝撃は希望の党の皆さんですが、希望入ってきました。冒頭お伝えしているようにですね、まだ全選挙区265決まっているわけではありません。でまださっきの読売新聞でも8つ空いてないということがありまして、うん、大阪10区なんですが、辻元さんは、小選挙区で勝ち残りで、勝ち抜けで、当選しましたけども、自民の大隈さんは比例復活をされてます。だから大隈さんは当選されてます、うん、で松並さんはまだということで、だから今まだこうばらついてなくても今後つく人もいますので、ね、現状こうだということで、大隈さんはもう比例で、復活当選されてます、失礼しました。さてじゃあこの選挙結果、選挙結果じゃ一目瞭然なのは、まあ、近畿でじゃあ比例で各党がどのくらい取ったかなんですが、維新はご覧のように現状において、これもねこの辺りも 1議席ぐらい今後また増える可能性がありますが、うん、これではなくてですね、近畿、あ、もうこれでいいや、これでいい、これで見るとですね、維新が5ですけども、実は希望が3しか取れてないのに立憲民主は4議席比例で取ってるんです。だから希望より立憲民主の方が上という、そんな状況で、各党の代表党首の皆さんはこんなこと言ってます、うん、
日本がこのいかに少子高齢化を乗り越えて子どもたちの未来とそして日本の未来を切り裂いていくかがこの選挙の大きな主題であったと思っています。自分が自民党を改革をするためにできることっていうのはあるなと思ったし、自民党を変えなきゃいけないなという思いは強く持ちました。万歳。国民の率直な声を政権の中に吹き込んで、国民に理解をいただけるような政権を心がけたいと思います。新たに立憲民主党が、立ち上がったということで、自民党の受け皿が、そういう形で分断されたと。非常に厳しい有権者の判断が下ったものだと思います。今回は私はもう完敗ということをはっきり申し上げたいと思います。結果が全てでありますし、これを主導した私の責任は重いというのは感じております。草の根に寄り添った政治をやるという姿勢がですね、国民のご期待をいただけたんじゃないかと。読みと責任をかみしめながら前に前進したいと思います。本当に最後の最後まで逆転の一票を積み上げていただいた地元に、ね、2日も目がはっきりしてたんですが、はいはいはい、うわ早い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 、ね、早くって今だいたい茨城県の水戸市付近に中心があります。ただこの台風は超大型大きいというのが特徴なんですね。では今後の進路も見ていきますが、今朝の午前3時ごろに静岡県の御前崎付近に上陸をしました。超大型としての上陸は過去なかった、観測史上初めてのことになりました。で現在も足早にですね、神奈川県も東京都内も通りまして、今茨城県の水戸市付近にいると。今後、福島県かすめるかなぐらいですけれども、その後太平洋に抜けていくという形になります。で今回この台風なんですけど、吹き返しの北風が非常に強くて冷たいんですね。で北日本特に北海道あたりはちょっと結構雪がしっかりと降って雪ですか、雪みたいなことがどこかに書いてあったな。その風が出ますか。はい、で今後近畿なんですが、吹き返しの風まだ続いてまして、さっき玄関前も強かったんですけど、そうですね、まだ北部を中心に暴風が吹いていますので、午前中いっぱいは特に強い風に警戒をしてください。午後はだんだん弱まっていきそうです。はい、はい、でこの先も見ておきますが、もうこの先はもう台風以下となって晴れマーク、はい、今日の夕方ぐらいから晴れ間がどんどん出てきまして、明日以降は晴れて比較的過ごしやすい。週末は24度まで上がるんですか。どうですか、もう台風来ないんですか。はい、実は熱帯低気圧が今まだ南の方にありまして、今後また台風になるかもしれません。ただ日本にはおそらく近づかないと見ています。はい、はいはい、岸間さんでした。その影響でですね、交通にいろんな乱れが出てます。 JR 西日本いろんなところで止まってますんで、はい、これはもうご利用の予定のある方は皆さんの、ね、予定の路線を調べてください。私鉄もご覧のように運転見合わせが結構いろんなところで、南海はいまだに全線ですか。はい、それからじゃあ車で行こうかというと、車も結構大変なことになってましてね。阪神高速、やっぱり阪神高速まだね、湾岸線とか神戸線の一部が止まってますから、ちょっと車でというのも考えもんだなと思います。海の便は当然のことだから欠航が相次いでますね。空の便も、はい、主には東向きですけれども、中には福岡便だとか、飛行機ぐりの機体の、ね、調整がつかないと意外なところも欠航になりますから、こちらの方も注意してください。そして避難指示は依然としてご覧のように続いているところがありますからね、解除されるまでは十分な警戒が必要です。さあ参りましょう。昨日はその天気の最中、当然のことながら投票率はね、歴史的な低さになりましたけれども、それでも結果は出ました。はい、投票率 53.60%、 前回に比べるとちょっと上がってます。前回がね、史上最悪だったんで、あまり自慢できた投票率ではないな。これ近畿の
はい、これは近畿の投票率、近畿の投票したような人たちが全員出られなくなっちゃったんで、責任取ってじゃあ俺もそう行くってわけいかないから無所属で出るかって話になって無所属、まあ、思想的というより立場的に無所属で出た人なんだけど、立場的に無所属で出たけれども結果を上げてみたら平野さん多分ね民進党だったら、まあ、比例で復活はあったかもしれないけれども、うんうんうん、多分ね小選挙区で1位にちょっと最近の傾向で言うとなれないんですよ。まあ、昔から出てる人で自民党ってはいいおっちゃんでね、どう見たって悪い人じゃなさそうでしょ。どう見たっていい人なんですよ。どう見たっていい人なんで、どう見たっていい人なんで地元ではそこそこ人気があるんだけど、まあ小選挙区でぶっちぎりで当選できるほどの人気はないんです。ね、また言いたいこと言ってるんで。なんか選挙5時台スペシャルのせいかどうか。選挙が終わったらちょっとね。うん、そうなんだけど今回はまあ佐藤ゆかりさんそれから伊藤さん、あ伊藤さんもそこそこでも頑張ったな。2人ともね6万票、ね。はい。で伊藤さんのこの数字だったら維新に力があれば。ね、維新にもうちょっと比例配分で議席が来てれば当選できたぐらいな票差なんだけれど、だけどまあバラがついてないんですよ。で、ということで、ご覧のようにですね、まあ、伊藤さんも非常に残念な、維新は希望の党と仲良くしなかった方が良かったんじゃないんですか。ただ仲良くしなかったら何が起きたかというと、ここにもう一人立てられた可能性があるので、そうすると多分、まあ、結果的にはやっぱり一緒というか戦えてないというか、まあ、希望が立っても希望にそうだな微妙なところですね。希望が立ったら逆にここに維新にある意味同情票が集まってという可能性も、だからまあちょっと維新としては他に戦略がなかったのかもしれないけれども、希望と組んだことで減らした票もあるだろうなという感じは確かにします。まあ、いずれにせよもう一遍さっきの無所属の票を見ましょうか、はい、ご覧のようになっておりまして、前原さん当選、はい、岡田さん当選、野田さん当選、原口さん当選、はい、現場さん当選、安住さん当選、江田さん当選、平野さん当選、はい、などなど、山尾しおりさんも通りました。金子さんも当選したんですか。この方はちょっと事情が違うような。金子さんはね、違う金子さんです。これ今回の選挙でややこしいのは、はい、新潟で落選したのは金子めぐみさん、はい、この人は福島で、立候補している金子恵美さん、あ漢字同じなの。なるほど。片や自民か、ね、元もう片や自民片や民進ということで、うん、ややこしいんですよ。失礼しました。そうなんです、はい、ま、だから一瞬間違いかと思うんですけど、はい、違うんです、これは正解なんです。はい、てなことになっております。あ、山尾しおりさんね、あ、うわ金差ですね、金差ですね、ギリギリ、え800ぐらい、だから山尾さんはやっぱりこれ無所属ということで情報が集まったんでしょう ね、これ結果が逆だったら山尾さん復活当選ないわけですもんね。無所属だと、それでいうとね、無所属で落っこって復活当選がなかった人たちもいるわけで、例えば滋賀県ですね、滋賀県の加田さん、滋賀の加田っていう加田さんっていうと、やっぱり滋賀の中ではもうある意味もう知名度から言っても何から言ってもものすごく有力なんだけど、加田さんはついに復活できず落っこちゃいました。やっぱりちょっと前回前々回ぐらいで小沢一郎さんとくっついたあたりからものすごく急激に、松則さん宮城ロック、はい、防衛大臣でね、地元に今回選挙中一回も帰れなかったんだけれども、本人不在でもこの数字ということです。その他、あの注目の選挙区がね、まあこんなことに、はい、新しい情報入ってきました。あの冒頭お伝えしているようにですね、まだ全選挙区265決まっているわけではありません、でまだあのさっきの読売新聞でも8つ空いてないということがありまして、うん、大阪10区なんですが、辻元さんは、小選挙区で勝ち残りで、勝ち抜けで、当選しましたけども、自民の大隈さんは比例復活をされてます。だから大隈さんは当選されてます、うん、で松並さんはまだということで、だから今まだあのこうばらついてなくても今後つく人もいますのでね、現状こうだということで、大隈さんはもう比例で、復活当選されてます、失礼しました、さてじゃあこの選挙結果、選挙結果じゃ一目瞭然なのは、近畿でじゃあ比例で各党がどのくらい取ったかなんですが、維新はご覧のように現状において、これもねこの辺りも 1議席ぐらい今後また増える可能性がありますが、これではなくてですね、近畿、あ、もうこれでいいや、これでいい、これで見るとですね、維新が5ですけども、実は希望が3しか取れてないのに、立憲民主は4議席比例で取ってるんです。だから希望より立憲民主の方が上という、そんな状況で、各党の代表党首の皆さんはこんなこと言ってます、日本が、このいかに、少子高齢化を乗り越えて、子どもたちの未来と、そして日本の未来を切り裂いていくかが、この選挙の大きな主題であったと思っています。自分が自民党を改革をするためにできることっていうのはあるなと思ったし、自民党を変えなきゃいけないなという思いは強く持ちました。万歳。
国民の率直な声を政権の中に吹き込んで、国民に理解をいただけるような政権を心がけたいと思います。新たに立憲民主党が、立ち上がったということで、自民党の受け皿が、そういう形で分断されたと。非常に厳しい有権者の判断が下ったものだと思います。今回は私はもう完敗ということをはっきり申し上げたいと思います。結果が全てでありますし、これを主導した私の責任は重いというのは感じております。草の根に寄り添った政治をやるという姿勢がですね、国民のご期待をいただけたんじゃないかと。読みと通っているところですけれども、はいはいはい、この辺りもすごく雨の量が多かったです、で風も強く吹きました。記録的な風になっています。特に一番強かったのが神戸だったんですね。なんでかしら、地形的なものかしらね。そうですね、北風がずっと台風接近前から強い風が吹いていて、もう山を吹き降りて神戸に強い風が吹きました。大阪は、ね、20メートル以上超えましたね。でも各地暴風域に入ってましたから、25度近い風にも各地でなっていました。で、現在の雨の様子も見ていきましょう。赤や黄色の発達した雨雲がずっともうかかり続けまして、昨日の午後ですね。そうですね、昨日の午後から、特に昨日の夜から今朝未明にかけてが雨のピークでした。今も急激に、そうですね、雨自体はどんどん止んできてまして、でもまだ滋賀県と何ですか、京都北部、京都ですね、京都の北部ね、はいはい、しっかりかかってるんですが、この後の、雨雲の動きを見ていきますと、北部ではやはり吹き返しの風が北から入ってきますので、雨雲がまだかかりやすいですけれども、だいたい昼ぐらいまでだと思います。どうなんですか、この後、台風一過でスカーンと晴れたりするんですか。はい、もう今日の、夕方以降ですね、晴れてきまして、明日はしっかり晴れそうです。で、今後の台風の行方なんですが、静岡県の前崎付近に3時頃に今朝上陸をしました。ちょうどこの時間関東地方覆われって感じですかね、これね。そうですね、風も強くなってきまして、雨も非常に強く降ってます。千葉でも昨日からずっと強い雨が降ってましたけれども、この後関東地方も通過しまして、東京も通る予想になってますね、で、東北福島県あたりを抜けて太平洋に進んでくる見通しです。どうぞ。だいたい昼ぐらいにはもう抜けてくる。かなりスピードがこう速いんですよね。60キロも中心気圧955って、関東地方に上陸した台風としてはかなり、そうですね、非常に強い台風になります。で、今回やはり超大型っていうところが特徴でして、だいたい半径が800キロ以上のものを超大型って言うんです。かなり広い範囲暴風域ですもんね、これ見てもね。800キロしたら東京大阪特に飛び越えますよね。そうですね、強風域がもう800キロ強風域ということなんですけども、左側が1300キロぐらい強風域だったりもしたので、かなり大型だったんですが、徐々に弱まってはきまして、明日には温帯低気圧に今後変わってきそうです。なるほど。降った雨がまた下流の方でこう氾濫が起きるってこともあり得るんですよね。そうですね、まだ今日いっぱいは特にそうですね、注意が必要です。今降っていなくても上流で降った雨が流れてきますから、川の場合は危険な場所には近づかないでください。で、今日この後特に注意なのは風ですね。風の予想なんですが、目回りそうですよね。そうですね、今この辺りにこれ紫が強いんですか。紫が強い風、はい、赤も強い風、非常に紫と赤が非常に強くて、暴風域なんですけど、なるほど、黄色まして選挙を行うとしています。自治権が停止されれば1978年に施行された現憲法の下で初めてで、ラホ首相は一連の措置について27日にも開かれる議会上院の本会議で承認を得て実施したい考えです。これに対しプチデモン州首相は閣議決定の内容は受け入れられないと反発しましたが、具体的な今後の方針は明らかにせず、独立を宣言するかどうかも明言を避けました。考えてみたら国の一部が独立するとかしないとかって話ですからね。例えば九州が独立するとか北海道が独立するとか関西が独立するとかって言ったらえらいことですから、困りますよ。そう考えたら日本の選挙なんか平和だなって感じがしますけどね。はい、右下です。はい、歴代5人揃い踏みです。
胸に手を当ててアメリカの国歌斉唱を聞いているのはオバマ前大統領など存命する5人の歴代大統領です。21日テキサス州やプエルトリコなどで猛威を振るったハリケーンの被災者を支援するためのチャリティーコンサートが開かれ、5人の歴代大統領が支援の輪を広げようと勢ぞろいしました。コンサートには病気のため先月休養を発表したレディー・ガガさんも特別に参加。一方、現役のトランプ大統領の姿はありませんでしたが、会場でビデオメッセージが流されました。メッセージではこれまでの非難を封印し、過去の5人の大統領は素晴らしい役割を果たしたとその功績を称えました。なるほど。今アメリカ国歌の斉唱してましたけど、はい、あの時壇上の大統領は歌わないんだね、みんな誰も歌ってなかったからね。そうですね、聞いているっていう慣例なのかしら、ということになっておりますが、さて、はい、さ選挙の結果について何か聞きたいことがあれば、はい、どうぞ。例えば馬淵さんとか今回希望の党から出て、馬淵さん可哀想だな。うん、一番可哀想だったな、馬淵さん。無所属だったら勝てたりとか。無所属だな、絶対勝てたと思いますね。はい、はい、こちらあります。馬淵さんですね、はい。ご覧のようなことになりまして、うん、まあね、トップの自民に比べて9万票と8万8000、あと2000票ぐらいなんだけど、これでも復活できなかったぐらい希望が比例で取れなかったということですよ。はい。まあちょっと馬淵さん本当かわいそうだなと思います。さて、本日はここでニュースコーナーみたいですよ。なんかあ、そうですか、はいはい、それではここでですね、はい、ゴジラスペシャルリクエストコーナ ー、誰にリクエストを募ってるんですか。お二人のリクエストで、あ、分かりました、いろいろ聞きたいことあるんですけど、はい、どうぞ。無所属で通った人ね、民進党系の皆さんね、うんうん、無所属の人たちね、はいはいはい、平野さんとか、はい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 、ああいう人たちはどうなの、辻元さんとか。この後、あ、この後どうなるかですか。辻元さんは立憲民主党ですね。辻元さんは、ね、立憲民主ですけどね、はい、民進党系の無所属出馬の当落です。強い委員の、ところの場所には私は立ち会いさせていただきました。どんな雰囲気でした。はい、どんな雰囲気でした。まあ、そういう厳しい情勢でしたので、私昨日午前4時にこちら時間で午前4時にフランスのシャルル・ド・ゴール空港に都知事、まあ、到着されたんですが、まあ、相当その、まあ、そのまあ、そういう状況の中での到着ですので、まあ、少し、まあ、元気がないのかなっていうふうなことを、まあ、待ちきってた間にちょっと思ってた、想像してたんですけど、はいはい、意外にもう、サバサバしたというか、もう割り切った感じという、まあ、印象すら抱きまして、まあ、会見でも時折、まあ、その談笑するような形もありまして、まあ、そんなに、まあ、その感情になるというところはなかったんですけれども、なるほどね。ただ一点だけその共同会見の中で、まあ、女性総理、への道っていうのが、まあ、困難になったんじゃないかという質問に対しては、まあ、それはメディアはそういうストーリーで書いただけで私は一言も言っていないと、まあ、印象的にその語るのはやめてくださいみたいな話がありました。まあ、そこだけはその感情的になったというのは印象的でしたけども、それ以外は、ま、特に、まあ、平成というか、まあ、感情的になることもなく淡々といた感じでした。川上さん、今パリって何時ですか。はい、今パリは11時半です。夜中の11時、夜の11時、夜中の11時半です。はい。ということはこれからやっぱり帰って寝なきゃいけないんだ。あ、先ほどの自宅に帰ってきまして、今リビングから電話した。リビングから。休みながら。電話だったらね、別に自宅で勤務できるんだ。パジャマ姿でもいいですしね。そうですか。いやいや、お疲れさんでした。はい。はい、ありがとうございました。ご苦労様です。ありがとうございました。はい、まあ、なかなかね、パリ支局はほらスペインなんかもカバーしなきゃいけないから、ね、これから独立運動で大変だと思うよ。なるほどね。はい、まあ、ちょっと7時台にもうちょっと細かい選挙区情勢詳しくお伝えしてまいります。いろいろあります。衆議院選挙、自公対象3分の2。立憲民主躍進、希望は失速。気になる最新のニュース、辛坊さんが分かりやすく解説します。さあ、今日は面白い中と怒られちゃうけどね、はい、各選挙区の引きこもごもがね、うん、えらいことになってるから、えらいことになってます。だから自公3分の2とかそういう見出しだけではね、この人間模様はとても分かりませんので、そのあたりまで掘り下げて今日お届けしようと思いますが、まずは台風ですね。台風21号ご覧のような状況になっております。木島さん、はい、こちらも方へお越しください。よろしくお願いします。はいはい、暴風域自体は近畿地方から抜けつつはあるんですけれども、はい、まだ警報がたくさん出ています。出てますね。大
大雨警報がもう広い範囲で出ているんですが、まあ、滋賀県や京都府では、まあ、洪水、暴風、そして波浪警報が引き続いて出ていますということになっておりますが、さて、はい、さ選挙の結果について何か聞きたいことがあれば、はい、どうぞ。例えば馬淵さんとか今回希望の党から出て、馬淵さん可哀想だな。これ一番可哀想だったな、馬淵さん。無所属だったら勝てたりとか。無所属だな、絶対勝てたと思いますね。はい、こちらあります。馬淵さんですね、はい。ご覧のようなことになりまして、うん、まあね、トップの自民に比べて9万票と8万8000、あと2000票ぐらいなんだけど、これでも復活できなかったぐらい希望は比例で取れなかったということですよ。はい。まあちょっと馬淵さん本当かわいそうだなと思います、うん、だって本日はここでニュースコーナーみたいですよ。なんかあ、そうですか、はいはい、それではここでですね、うん、ゴジラスペシャルリクエストコーナ ー、誰にリクエストを募ってるんですか。お二人のリクエストで、あ、分かりました。いろいろ聞きたいことあるんですけど、無所属で通った人ね、民進党系の皆さんね、うんうん、無所属の人たちね、平野さんとか、ああいう人たちはどうなの、辻元さんとか。この後この後どうなるかですか。辻元さんは、ね、立憲民主ですけどね、はい、民進党系の無所属出馬の当落です。強い。やっぱりね、はい、今回無所属の人たちって一番最初にもう排除されちゃってですね、うん、もうあの希望の党作る時に、希望の党から出た細野さんあたりが、いや、 やっぱりあの民進党の元の幹部の皆さん、特に総理大臣にあったような人たちは、うん、ちょっともうこんといてみたいな話で、うん、民進党のイメージがつきすぎるからって言って、うん、だったら無所属で出るよ。なおかつあの前原誠司さんみたいに、まだ民進党席残ってます。まだ民進党の人ですよ、うん、で、民進党の代表であることは間違いありませんから、うん、そうするとこういうある意味その責任のある人たち、平野さんもそうですね、この人民進党で、大阪府連で重鎮で幹部ですから、そうするとまあ民進党で長年あの今回の選挙で立候補しようと思って出てた人をいろいろ指図というか指導してた立場の人が、自分の思いとは関係ありませんけれども、突然民進党がなくなっちゃって自分が候補に擁立したような人たちが全員出られなくなっちゃったんで、責任取って、じゃあ俺もそう行くってわけいかないから無所属で出るかって話になって、無所属、思想的というより立場的に無所属で出た人なんだけど、立場的に無所属で出たけれども、結果を挙げてみたら平野さん多分ね、民進党だったら、まあ、比例で復活はあったかもしれないけれども、うんうんうん、多分ね小選挙区で1位にちょっと最近の傾向で言うとなれないんですよ。まあ、昔から出てる人で自民党ってはいいおっちゃんでね、どう見たって悪い人じゃなさそうでしょ。どう見たっていい人なんですよ。どう見たっていい人なんで、どう見たっていい人なんで、地元ではそこそこ人気があるんだけど、まあ小選挙区でぶっちぎりで当選できるほどの人気はないんです。ね、また言いたいこと言ってるんで、ご時代スペシャルのせいかどうか。選挙が終わったらちょっとね。うん、そうなんだけど、今回はまあ佐藤ゆかりさん、それから伊藤さん、伊藤さんもそこそこでも頑張ったな。二人ともね、6万票、ね。はい、伊藤さんのこの数字だったら、維新に力があれば、ね、維新にもうちょっと比例配分できる。